エドウィン・マーリーは、アメリカ合衆国の政治家、弁護士、サンフランシスコ市長を2011年から2017年まで務めた。中国名は、リ・タケシュケン。1952年5月5日に、ワシントン州シアトルに、中国系の家庭に生まれた。父は、関東商工モンシダイヤマ出身の移民で、朝鮮戦争に出兵したが、 エドウィンが15歳の時に亡くなった。ボーディン大学を卒業し、トーマス・ジェーワと損傷学金を得て、カリフォルニア大学バークレー校法律学校を卒業した。大学卒業後、アジア人系の法律、弁護士団体、アジア人法律連盟で職を得て、アジア人の人権や住居などが受けられるよう活動を行った。2011年、市長代理を経て、 サンフランシスコ市長に初のアジア系アメリカ人として当選した。中国系の政治活動家で中国共産党と関わりがあるローズパクの影響があり、D の選挙時には中国系アメリカ人で初の市長として大きなキャンペーンを行った。パクは2012年のチャイナタウンで行われた尖閣諸島のデモやチャナタウンマイパレードでの法輪行の禁止など、 祖国の中国共産党の政策の影響を強く受けている。2013年にリーは政策として市の最低賃金を10ドル74セントから2018年までに15ドルまで段階的に増やす決定をした。オークランド市長と共同でカリフォルリア州全体の最低賃金を15ドルまで増やす活動を行い、2016年3月に州は決定をし、 2022年までに5ドルまで増やす予定である。5年間の間に失業率は6%減少し、テクノロジー企業や雇用政策を行ったために、住宅価格などは大幅に上昇した。その実績を持って臨んだ2015年の市長選挙では56%の得票を得て再選された。2016年には市の8000人のホームレスを支援するプログラムを 開始した。しかし、リーの在任中に、サンフランシスコの住宅価格は2倍以上となり、ホームレスは4%増加した。2016年12月に、姉妹都市の韓国のソウルを訪問した時に、ソウル市名誉市民に選出された。2017年11月23日に、サンフランシスコ市議会では、自身の同胞である。 中国系団体が立てた慰安婦像を市が受け入れる決議案を採択し、市長として議案承認の署名をした。これを受けて、大阪市長の吉村博文は、姉妹都市を解消する方針を決定した。当初は12月中の予定だったが、下記の指揮を受け、新市長が正式決定するまでは解消通告を延期をした。2017年12月12日、 新停止のためザッカーバーグ総合病院で死去。65歳。リーの死を受け、ロンドンブリード市議会議長が市長代行に就任し、2018年7月11日より、正式に市長に就任した。ありがとうございます。